皆さんごきげんよう。トコシエバラ創造主のミルナです。1年前にダイエットにしました。で、未だに全然伸びなくてですねまあ伸びないのはいいんですけど、なんか毎晩のようにもう髪がめちゃくちゃ長い夢を見るんですよね。なのでこれはちょっと髪の無念がまだ晴らせてないんじゃないかということで、今日はエクステをつけていきたいと思います。結構エクステは苦い思い出しかなくて、前回エクステつけた時が25歳ぐらいだったかな。その時に、まあ、髪をバッサリ切ったんですね。そしたら当時の彼氏に、なんか黒髪ロングの方が好きだったとか言われて、でも当時の私はすごいピュアだったので、じゃあと思って5万ぐらい払って黒髪のエクステつけてもハイロングにして、で彼氏に何て言われたと思いますか？なんかメンヘラっぽくて嫌だって言われて最悪なので、そんな悲しい思い出をね、どんどん上塗りしていきたいと思います。はい、これがビフォーの長さです。結構この辺とか短いんですが、果たしてちょっと時々ですね、にやり私のこれから一部にめっちゃ髪が伸びつつあります。こんな感じでエクステがつきました。かわいい、めっちゃ長いです。かわいい、めっちゃパッツになりました。はい、というわけで、初めてではないですね、人生2回目のエクステ大成功です。めっちゃかわいい。ちなみにエクステが、36,300円に、別の美容院のヘアカット代が5500円って感じだったので、合計こんな感じでしたっていうのが計算した後でここに出てきます。いろいろヘアアレンジ楽しんでます。交換しないといけないらしいので、エクステつけてる人は金持ちですね。でね、めっちゃ満足なんですけど、やっぱ別の美容室にも行かなきゃいけないっていうのが今回ちょっと大変だったので、まあ次回はね、友達のデルちゃんに教えてもらっためっちゃ派手髪とかが上手くて、で安くて派手な、なんかアレセインターナショナルっていうエクステショップがあるらしいので、今度はそっちもチャレンジしてみたいと思います。じゃあねー、ミリナでした。